皆さんこんばんはでは日本語のニュースでございます9月20日ワイシントンでファン・ミン・ジン首相はライモンド貿易大臣と面会しましたファン・ミン・ジン首相は米国貿易省がベトナムの市場経済の地位を早期に認識し経済貿易分野において留国関係の職種の継続しダイヨランの交流と経済給油を増やすことを求めました また、首相は、中国が科学技術給症状学、給力、象徴的な学進、給力、訓練において、学期的な辛抱を生み出すことも提案しました。同時に、我々は、気候変動との戦い、グリーン成長、再生化のエネルギーの開発における給力に触診しています。老来人は、米国企業が、 ベトナムに非常に関心を持って、ハイに向けたインド大西洋経済枠組みに関する構想管理を後、企業や投資ファンドはベトナムに多額の投資を行うだろうと信じていると述べました。国家銀行にゆりまとう学校銀行は、メイコンレルラ地域における ご名産業のみに約103兆ドルの融資を実施し、2022年末に比べて9%増加し、経済市場率のほぼ2倍になっているということで。2023年1月から8月のごめ実利は、前年同期に比べて、純利益36%上の31億ロール580万ロールとなり、 過去最高を記録しまったその金魚の残り在庫の90%以上は技術注文に対応するとしてます順調な成長に伴い貧困も労産業での金魚を向け重視制度における課外に戦争するべきだとしてます大きなの金魚が銀庫に公明産業活性化支援に向けて のするよう提案しましまた企業はまた輸出による安定継続収入金で外貨だって貸し出し金利をさらに引き下げることを求めました9月20日ロムライ賞の労働者や公営に向けて住宅設定コンテットの正式委員会は重症事態案件に対して重症しました。 建実祖は、老老さん向けの住宅設定と公営住宅設定の二つのコンテストを散歩し、開催しまった。労委員会は、重症公募を三つ選択しまった。その中で、公営住宅設計が第二位を重症した二つ案件は、ラフン建築株式会社と、コテコン建設株式会社のルクラ 合弁投資開発株式会社と南光建設コンサルタント会社です。優勝した案件は FIIC 合弁会社建築株式会社とプラミンゴグループ株式会社です。中国中央放送局にゆりまと中国は大港における岩礁に北架と お衛生システム用の TO 局を2箇所設定したということで陸上船舶,舶自動識域別システムに接続されたシステーションはベトナムと台北も流ュウの集中しているセーサーショートのノースリーフとボンベリーフにある東来に設置されてます。海事安全局の報告としてはそれによって 生産諸と周辺海域における、ゴ国の陸上配備船 AIS の深刻の問題を解決したということで、この情報はアンシェンが南シナ海で初の牛郎軍事演習を開始した後で発表されました。現在までには米国や中国と牛郎演習を実施していたものの、 今回は初めてアンシェン加盟10カ国だけが参加されたとしてますロシアのプーチン大統領はランクとベッテル・ブルーグで中国の大きい外相と面会し来月に注文放送という中金米国家銀行の招待を喜んで受け入れる意向を明らかにしましたプーチン大統領と大きい外相との会談は ロシア放送局で放送されましオウキ氏のロシア訪問は18日から21日までの4日間でムーチン大統領との会談を前にセルゲイ・ラプロフロシを及びロシア連邦安全保障会議のバトルシーフ首相と会談しました。今年3月の ロシア訪問中に習近平国家主席はブーチン大統領に対して来月に開催される第3回一対一路フォームへの出席するために中国に招待しました。また、ブーチン氏が中国を訪問したのは2022年2月でウクレナ攻撃を開始する数日前だということで、 ご清聴ありがとうございました。